はい、皆さんどうもこんにちは、コロンです。今日はですね、また海に来て、イカ釣りをねやっていこうかなと思いまして、夕方にね来ております。今は5時ぐらいですかね。ちょっとね周りに人が結構いるんで、今回はですね、車の中からちょっと、撮影をね最初にしておりますけれども、今回はですね、よいしょ、こちらのね街灯がありまして、そのねすぐそばでね、釣りをちょっとやってみようかなと思います。はい、情報によるとねこの辺で、なんかねイカがね少し上がってるみたいなので、今回はねここでアジね、小ぶりのアジを使ってねイカ釣りやってみようかなと思います。であとねぶっこみ釣りでそういうの方もね狙ってみようかなと思います。はい、それではね早速準備してやっていきましょう。はい、竿のセットの方が完了しました。一番奥の竿がね、ぶっこみ釣りで3本をつけて添い狙いでやってます。あ、なんかぼやけるな。で、真ん中の竿と、手前の竿ですね、あ、なんか当たりきてる、あ、向こうの方か、こちらの方ですね、イカを狙ってね浮き釣りをしています。はい、なんかねここにね炭の跡があるんでね、もしかしたらこれね炭の跡があるんでね、もしかしたらイカね期待できるかもしれません。はい、じゃあねちょっとこれで当たりがあるまで待ってみたいと思います。はい、釣り開始からね約1時間ぐらい経ちましたが、当たりの方はねぶっこみ釣りにはあるんですけれどもね、浮き釣りの方にはねちょっと当たりが出てません。まあね、これからってことでね、まずはちょっとね英気を養おうということで、今ね夕飯の準備をしております。はい、今日の夕飯はこちらですね、もつ鍋、こういうなんかねもう煮るだけのやつがね売ってたんですよね、スーパーで。なんで今日はね、このねもつ鍋を食べてね、体を温めながら釣りの方をねやっていきたいと思います。水入れすぎて味薄い。
チャイハもですね、こいつはリリースします。ちょっとちっちゃいドンコですね。こいつはリリースかな。はい、すみません。ちょっとね、ヒットシーンはお見せできなかったんですが、これ何かだろう。ヤリイカかな。釣れました。もうね、餌がこんなことになっちゃってますよ。餌の味がちょっと見えないかな。やったー、イカ釣れた。人生初のイカ。お、結構硬いな。20センチぐらいですかね。やったー、やりました。はい、すいません。またね、ちょっとヒットシーンはないんですが、2杯目のイカちゃん来ました。なんかね、沖の方に沖の方に仕掛けが流れていくんで、てっきりね、潮の流れ変わったのかななんて思ってたら、かかってましたね。30分ぐらいずっと流しっぱなしだったけど、いや、逃げなくてよかった。もうがっちり食ってますね。すごい、やりました、2杯目。はい、時刻はね、現在、11時ぐらいかな。とりあえずね、この時間までに、2匹のイカをね、ゲットできまして、おまけのね、ハモ、なんつったっけ、アナゴもね、ゲットしましたんで、今日はね、とりあえず、個人的には満足な、状態なんですが、まだまだね、もう日が明けるまでね、日が明けるっていうか、朝日が昇るまでね、今回は釣りしていきますので、またね、釣果が出るんじゃないかなと思います。はい。いや、予想外にね、釣れてよかったですね。はい。じゃあもう少し頑張っていきたいと思います。